マリコのマリコラジオ。さあ、今日はね、マリコラジオ挑戦しますよ。もうね、散々マリコラジオも挑戦しますと言ってきましたが、本日マリコラジオに新しいアシスタントを迎えて番組を進めていきたいと思います。もうなかなかの試みでしょ。ということで、今日はね、新しく来ていただいたアシスタントの方と、2023年の春アニメ、まだ全然見れてないんですけど、どれが気になるのかね、まあその方の人となりを知っていただくっていうところも含めて、一緒に追っていきたいと思います。マリラジ、皆さんこんばんは、マリコです。そして本日新たなアシスタントとしてこの方に来ていただきました。自己紹介をどうぞ。皆さんこんばんは。誰？どうしましょうね。名前がない。名前も決めずに番組に放り込むっていうね。どうします？まあ、ちょっと今日だけ、アシスタント、英子ちゃん。英子ちゃん。今日はちょっともうアシスタント英子ちゃんで行って、はい、今後自分のキャラクターにしっくりするね、はいはい、名前をぜひ持ってきてください。ね、ちょっと次回以降の課題ということで、今日はアシスタントの英子ちゃんを今日はお迎えして番組を進行していきたいと思います。頑張ります。で、はい。はい、で、なんでね、今回、英子ちゃんにいきなりお願いしたかっていうと、英子ちゃんは、日頃からとっても親しくさせていただいて、私のお仕事面でサポートいただいている。本当にこれまで数々の私の仕事のトラブルを、英子ちゃんがいることによって私はね、乗り越えてきたっていう部分も大きくて、またね、ちょっとこういう、ラジオ番組の制作のことにも携わった経験もあるよっていうことで、これはもう最初にね、スペシャルアシスタントとして来ていただくには、最適人なんじゃないかなと思って、いきなりここに来ていただきました。いやね、本当にね、突然でしたからね。これ大丈夫ですか？はい、何にもできないですよ。大丈夫ですか？いやもうね、大丈夫なのよ、きっとね。英子ちゃんなら、全然これは大丈夫だろうっていうところで、今回は、はい、2023年の春アニメがね、始まり出したところなのね。ええ、私も全然見れてないので、うんうんうん、なんかお互いに情報を共有みたいな形で、2023年春アニメを紹介していこうかなって今日は思ってたんだけど、はい、そもそも、英子ちゃんって、アニメって見ますか？根本ですよね。そうそうそう。それね、どうかなって。学生の頃は、すごくね、見てたんですけど、今最近ちょっと見れてないですね。そう、最近アニメのね、やっぱ本数も多いですからね、ワンクールのね。そう。本当にね、私生活の中でアニメの時間を確保するのすら難しいっていうところで、うんうんうん、それは皆さん同じだと思うので、なるべくね、これは面白いよみたいなのを共有してね、ぜひ皆さんにいい情報とかも、もらえたらなっていうのがマリコラジオの方針なんですが、はい、一応ですね、今期私の方でゆっくりね、アニメを洗っては見ました。で、まだ見れてないんですが、自分が気になっているタイトルを紹介しようかなと思うんですが、いい？私が先に言った。あ、お願いします。はい。はい。まずね、推しの子っていう作品です、うんうん。もう無条件で見ていいんじゃないかなと思います。はい。推しの子ね。それから、はい、続編が多くなってしまうんですが、水星の魔女シーズン2。あ、はいはい。と、あと、鬼滅の刃。うんうん。あと、東京ミュウミュウ2期。はい、で、あと、ポケモンと、うんうん、あと、バディウィング。このあたりが続編で私が注目してる作品ですね。はい。水星の魔女って見てました？知ってはいますけれども、うんうん。ごめんなさい。主題歌とかがね、割と有名になったので、曲聞いたことあるよって方も多いと思うんですが、シーズン1が結構な終わり方をしたんですよ、つい。それまでのキャッキャウフフしたユリアニメじゃないぞっていう、なんかちょっとこう残酷描写みたいなのがあって、で、割と物議を醸し出したので、どういう始まり方をするのかなと思って見たんですが、あ、意外と穏やかに始まったっていう感じで、でも、やっぱそのシーズン1のちょっとこう、影を背負いつつ、これから物語が展開していくというところで、うんうんうん、ぜひ見たいなと思っております。楽しみですね。そう。ぜひね、今からでも全然楽しめるので、見てみてください。多分好きなんじゃないかなと思うんだけどね。はい、それ
から、あの、ポケモンが新シリーズ始まりましたよね。はいはい、始まりましたね。サトシ編が完結してね、新しい主人公二人で始まるってことで、まあこれはね、どんな感じになるんだろうっていう、単なる好奇心で見たいなと思っておりますよ、うんうんうん、私。確かに。サトシ編の終わり方がすごい、あの、感動的だったというかね、これまでのシリーズ全部振り返られるような内容だったりとかして、結構胸熱だったので、うんうん、こっからどうね、引き継がれていくのかっていうところは注目ですね。はい、そしてですね、私的に新タイトルで気になるものがいくつかあります。何ですか？一つ目、これは周りの方に多分マリコさん好きだよって言って紹介された作品なんですが、私のユリはお仕事ですという、まあ、かわいいユリ作品。これはね、あの、見てみたいと思っております。それから、魔法少女、マジカルレストロイヤーズっていう作品があってね、はい、すごい昔の、うんうん、私たちが好きそうな、私たちって勝手にくくっちゃったけど、好きそうな、あの、世代の作画なんですよ。興味ありますね。セイバーマリオネットとか、うんうん、スレイヤーズとか、うんうん、あと、グレンラガ。グレンラガ、はい、うん。もうまんまじゃんっていうぐらいの作画なんですよ。だから、で、まあこれあえて多分狙ってこの作画にしたんだと思うんですけど。珍しいってとこですね。そう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 。これはね、なんだろうと思って注目してますね。うんうん、それから、山田くんとレベル999の恋をするっていう作品。はい、あと、彼女が公爵邸に行った理由。うんうん、それから、これは声優さん的に私が注目してみ見ようかなと思ってる作品なんですが、ワールドダイスターという作品があります。で、これはなんでかっていうと、お隣の天使様で注目された石見さんと、はい、ともちゃんは女の子っていう作品で、この声優さんいいじゃないって言ったキャロル役の天木サリーさんが二人とも出演されてるっていうことで、ワールドダイスターは見てみようかなと思っております、うんうん。それ以外にはね、ちょっと私の好みじゃないんだけど、まあ皆さんのレビューとか、公式ページを見て面白そうだなと思ったのが、地獄楽っていう作品と、魔法使いの嫁、青のオーケストラ。そして、まあこれは私の好きな絵柄ってことで、スキップとローファン、うん。このあたりが私の注目作品となっております。おー、いっぱいありますね。はい、そうなのよ。マリコラジオ的には、はい、とりあえず1話2話までは追ってこうっていうスタイルなんですよ。うんうん、で、そこで途中からなんかまあ、さよならする作品も出てくる。さよなら。だから全部は見切れないじゃないですか、どうしても、ね。まあそうですね。あとは、オープニングを見て、ビビッと来たらこれは見てみよう。みたいな中で、そんな見方をしてますね。なるほど。はい。なるべく、ヒットするものを的確に見たいっていう人も多いんじゃないかなって思って、いろんなジャンル見ようと思ってるんだけど、結局は自分の好みに最終的には落ち着いちゃうんですよ。なるほど、なるほど。だから、エイコちゃん的にはどんな作品が気になったかなっていうのをちょっと教えていただけると、助かるんだけど、はい、これ気になったよ、みたいなやつ。ちょっと、マリコさんとはね、うん、テイストが違って、うんうん、まず一つ目が、ショート系のね、アニメなんですけど、ぐんまちゃん。うん。これちょっと気になりますね。はいはい。都道府県のね、キャラクターですもんね。あ、ぐんまちゃんってそういうことか。なるほどね。そう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 。そこでちょっと気になったっていうところと、あとは、はい、ちびゴジラの逆襲。これね、ちょっと英語的にあのゴジラ大好きなので気になりましたね。なんかこれ見るとさ、すごい可愛いね、うん、イラストが。プロモーションをね、あの見るとね、ちょっとシュールなギャグテイストというか、はいはい、ちょっと面白そうだなっていうのが一つありましたね。はいはいはい。あと気になるのは、はいはい、マッシュ、うんうん、マッシュル。そう、主人公がね、魔法使えないもんですから、うんうん、その代わりに、あの、筋肉をね、鍛えた。みたいな。あ、まあ、そんなね、あらすじが書いてあって。なんかどっかで前聞いたことがあるような気がしなくもないんだけど。なるほどね。ちょっとそこが、すごくね、ちょっと、英語的には気になりましたね。なんか最近こういう系めっちゃ流行ってるんだよね。なんかその、すごい突出したスキルがあるとか。なんかこういうのが流れが来てんのかな。まあでも面白そう。マッシュルね。はい、他には何かあります？あとはですね、はい、これは絵柄なんですけど、うん、天国大魔教、はいはい。天国大魔教。これは、あの、ちょっと絵柄が、英語的にちょっと興味をそそられる絵柄になるので、はい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 、ちょっとチェックしてみたいですね。うんうん、で、最後に、おもちゃ系の、あの、アニメ、ね、よくあると思うんですけど、うん、気になったのが、爆眼レジェンドっていうアニメですね。爆眼レジェンド。うん、うん、うんうん。あの、英語おもちゃ大好きなんで、ちっちゃい頃からね、そういうおもちゃ系のね、アニメ結構たくさん見てたので、はいはいはい、逆にあの、今のおもちゃはどういうのがあるのかなっていうので、ちょっと興味があって気になりました。なるほどね。はい、全然違いますよね、マリコさんとね。いや、すごいわ。アニメの好みが全然違うってことがよく分かった。本当によく分かりますね、これね。あの、ちょっと私もなんか、教えてもらったら、あ、見ようかなって今気になったので、うんうん、チェックしてぜひまたね、あの、感想とかをね、あの、シェアできたらなと
思います。そうですね。はい。そんなね、ちょっと男の子向けの作品が好きな英子ちゃんに紹介したいアニメがあるんですよ。はい。それは今期のプリキュア。それはなんでかっていうと、はい、今回のプリキュアはですね、ヒーローになりたい女の子っていうのが今テーマになってるんですよ。うんうん。で、ヒーローだからヒーローガールで広がるスカイプリキュアっていうタイトルにかけてるんだけど、あ、なるほど。男の子もプリキュアになれる。すごいですね。そう、なかなか画期的な挑戦で、主題歌もちょっとね、かっこいい系の曲になってるのよ。うんうん。で、内容もね、見応えあるので、見てみてください、ということで。はい、まあ、そんな感じでですね。はい。今日はね、新たなアシスタントとして、英子ちゃんをお迎えして、一緒に2023年の春アニメをざっくりね、洗ってみたんですが、最後、必ず一つアニソンを流して、エンディングを迎えております。で、今日はせっかく初めて、英子ちゃんが番組に登場してくれたので、はい、なんかこれまで出会ったアニソンの中で好きな曲を一曲選んでもらいたいなと思っておりますが、はい、何がいい？ね、これまたちょっとテイスト変わってもいいですか？ぜひ。ね、サムライチャンプルというね、はい、アニメがありまして、そのアニメの、エンディング曲、四季の歌ですね。ミミさんの曲なんですけれども、ぜひそれをお願いします。うんうん。じゃあせっかくなので、今回曲紹介もね、お願いしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。はい。今日のエンディング曲は、サムライチャンプルエンディング、四季の歌。音源は伊関隆二さん制作の楽曲を使用させていただきます。お届けしてまいりましたマリコのマリコラジオ、いかがでしたでしょうか？何この曲、めっちゃオシャンティじゃないですか。いや、オシャンティですよね。曲がね、やっぱりね、ミミさんなんでね、なんかさ、ハワイアンダイニングのなんかオープンカフェに行きたくなりましたけど、私おしゃれね。はい、いやー、なんかさ、サムライチャンプルってなんかもうゴーヤチャンプルみたいな感じがさ、恥ずかしい、混ぜ物ですよね。あ、でもそれにかけてるの、これは。そうです、そうです。あ、本当に、すごくね、映像もとても綺麗で、うんうん、時代物とその現代のその感じがこうごっちゃ混ぜになってるっていう、そんなイメージですかね。チャンプルってことね。それがチャンプルってことね。そう。すごい粋なタイトル、うん。ぜひね、皆さんに見ていただきたいですね、一回はね。おー、これはまたいい作品教えてもらった。はい、皆さん、サムライチャンプルね、チェックしてみましょう。ということで、4月に入りまして、テーマが挑戦ということで、新たなアシスタントをお迎えして番組をお届けするという挑戦をしてみたというか、していただいたんですが、いかがでしたか？挑戦した感想は。こんな感じで、はい、ね、参加させていただきまして、とってもね、楽しかったです。おー、いや、無茶ぶりですけどね。まあ、だいたいマリコラジオはね、いつも無茶ぶりなんですよ。台本もあってないようなもんなんでね。とりあえずやってみようみたいなところから始まるんですが、でもさすがもう、もう私がいつも信頼している英子ちゃん、立派に務めてくださり、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。やっぱやってみて、私の感想としてはさ、途中でもお話ししたんですが、やっぱりどうしても私がアニメ作品を紹介すると自分の好みとかテイストが偏ってしまうのよ。だから今回全然私と趣味が合わない英子ちゃんがいろんな、ね、作品を上げてくれたり、最後ね、素敵なエンディング曲も紹介してくれたので、いや、本当に良かったです。ありがとう。ありがとうございました。ということで、マリコラジオではですね、引き続き皆さんからのお手紙をお待ちしております。今日はね、ご紹介できなかったんですが、またね、お手紙のお便り回も作っていきたいと思いますよ。今月のお題は挑戦です。挑戦だと思えば何でも大丈夫ね。今回みたいに何か私も挑戦したよってことがあったら、ぜひマリコラジオ宛てにあなたの挑戦を教えてください。お題に関わらずね、感想や今回の初めてのアシスタント会どうだったかなみたいな感じで、質問もね、お待ちしておりますよ。宛先はマリラジ専用お便り投稿フォーム、マシュマロもご用意しております。 YouTube へのコメントやハッシュタグマリコラジオでツイートしていただくのも大歓迎です。各 URL は概要欄をご覧ください。それではまた木曜日の深夜にお会いいたしましょう。お相手は私マリコとエイコでした。お聞きいただきありがとうございました。